バルデンブルクはドイツビュルテンベルク州方園同園軍に属する軍所属し、シュベービッシュ春の北に位置する保養地である。バルデンブルクはバルデンブルク地区のほか、オーバーシュタインバッハ地区及びザイラッハ地区からなる。バルデンブルクは1253年に初めて文献上で研究される。1330年にはすでに都市として記載されている。1553年。 ホーエンド道エ家の所領分割で、バルデンブルクは、ホーエンド道へバルデンブルク博の宮廷所在地となった。30年戦争の時代には、ペストと戦乱が人口を大きく減少させた。1806年には、ライン同盟により、この都市は、ビュルテンベルク王国領となり、1952年からは、バーデンビュルテンベルク州の一部となった。怪人とかした。 バルデンブルク1945年4月、バルデンブルクはアメリカ軍の砲兵隊により、ほぼ完全に破壊され尽くした。これにより、バルデンブルクは近代性を考慮しつつも、歴史的な外観で再興された。1971年1月1日に、オーバーシュタインバッハと合併した。バルデンブルクには、プロテスタント、カトリック、新首都教会の教会組織が存在している。 カトリック教会は、プフェーデルバッハ及びブレッツフェルトの教会と共に、一つの教区を形成している。ラートハウス上下に分割。上部は金字で、緑の大地に三本の緑のモミの木。下部は銀字で、赤い下や爪で威嚇しながら、尾を下げてゆったりと歩む黒い獅子。獅子の旗は赤と白である。バルデンブルクは、アウトバーン A6 号線及び、 連邦道 B19 号沿いに位置している。バルデンブルクは、ハイルブロン方園路へハルキン高校通の、方園路へ鉄道ハイルブロンクライルスハイム、沿線に位置する。バルデンブルク駅には、2時間ごとにハイルブロン、クライルスハイムを結ぶ、地域急行が発着し、その合間1時間ごとに、エーリンゲンシュベービッシュハルヘスセンタールカンの通勤、通学列車が運行している。 ベルクフリートからのバルデンブルクの眺め、境界放送等南西ドイツ放送は、バルデンブルクに、ラジオとテレビのネットの送信塔を運営している。南西ドイツ放送は、2008年に、約3キロメートル離れた、フリードリヒスベルク山の上に新しく高さ150メートルの、バルデンブルクフリードリヒベルク送信塔に切り替える、予定である。新しい送信塔の建設は2006年7月に、 開始した。ありがとうございます。